バランスはどう？バランス聞こえてる？ギターとドラムのバランスいい？ギターとドラムのバランスどう？ギターが少し小さいって。ギター少し上げ。少しちょい上げでいい。ちょい上げで。弾いてみて。
どう？レクシ全然映ってねえじゃん。ちょっと待って。そこにポジション決めて。立つポジション。そこ？ここにすっか。うん。オッケー、聞こえてる？いい感じ、バランス。どう？どう？バランスいい？ちょっとモニタリングできないからさ、教えて誰か。俺ドラムからかなりパソコン離れてるから楽しめる？大丈夫？バランスいい？オッケー、楽しんでって。じゃあ俺らも楽しむから。どんな感じのやつ？どんな感じの？デスメタル言っちゃう。デスメタルできねえの？グリーンデイ的なの。グリーンデイ的なの。BBM どれくらいでやる？あー、どのくらいでやります？適当に即興でやってようか。じゃあやります。
ね。ベース欲しいですね。ベース欲しいね。かそってないよ。やっぱギター入ると聴けるんだよ。みんな。いやー、ワードラム、気持ちいい。ギター入ると全然違うでしょ。みんな。ギター入ると変わるでしょ。全然違うでしょ。ありがとうございます。パチパチありがとう。いいね、気持ちいいね。はい、ワド2ワド2楽しんでって。声聞こえてる？声聞こえてる？声聞こえてる？楽しいね、楽しいね。音量同じ？こっちでも聞こえんの？これだね。ギター聞かせてよ、なんか合わせるよ。マイクどこだろう。
どうもお疲れ様です。マイクがどこかわかんない。あ、クミタンお疲れ。ギターソロ。ギターソロ。したいんで、ベースできる人いたら。ベースね、欲しいよね。ベース欲しいね。ベースできる人募集中です。スリーピースでいいかもしれないね。ていうか、ドラマーも募集して、俺ボーカルやりたいから。あ、ボーカルいいっすね。俺ボーカルやりたいんだ。ワードさんのボーカルです。
気持ちいいね。Thank you。 うまいでしょ、天才でしょ。ドラム叩いてよ。Yeah。 気持ちいいよ、汗が。冷房ついてんのかな、これ。熱くない？あ、大丈夫ですよ。熱くない？エアコンつけます？エアコンないのかな？エアコンないのかな？メタリカ全く意識してないし、聞いたことありません。
歩1時間が早いな。どれオリジナルの曲どれくらいのテンポだ。オリジナルの曲は大体
ね、今日ね、60ぐらいある、アクティブ。61あるもん。はい、ワード2、いらっしゃい。お疲れちゃん。おー、花火ありがとう。生音気持ちいいでしょう。生音気持ちいいやつ手あげて。生音はどうだ。酒でも飲んでスッキリしてください。でかい音聞いて。ウェーイ。ウェーイ。いいね、みんなフォローしてね。サボちゃんいらっしゃい。サボちゃんいらっしゃい。いらっしゃい。合わせるか。即興で。魂が赴くままに。Thank you.
タバコ吸ってくるわ。タバコ吸ってきま。一緒に休憩する？そうですね。
ゃないんで、ね、もうね、食っていけるだけで幸せだから、そうですね、好きなことやって、うん、でもね、そういうのって30代、40代、50代になると、うん、あの絶対魅力的な男になるよ、あそっち側やり続けたらね、うん、やり続けたら、うん、中途半端にやるとクソダサいけど、うん、そうやりたいことやってたらね、そうですね、コアな路線を極めたいですよね、そう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 、つまんねえ生き方してるよりそっちの方が絶対魅力的になるから、うん、うん、そっちですよ、うん、だからもうそれは腹くくるしかないよね、そうですね、別に結婚したいとかもないからこのプロアタムチューニングした人は正解だわ、この音これすごい。
今のかっこよかった。どれくらいのテンポで叩けばいいの？いや、今のでもう今のでいいの。We'll be right back.
と5分ぐらいかな。あ、そうですね。どんな感じで撮れてるのか気になるよね。確かに。ああ。どんな感じで撮れてんだろうな、気になるね。タイムシフトが楽しみだな。今カメラのマイクで撮ってる感じですか。え、今カメラのマイクで撮ってるんですか。あ、違う違う、オーディオインターフェースで撮ってるから綺麗だと思う、多分そんなに割れてないと思う。ただ軽めになるっていうか音が。5分間くらいやろうかな。
気持ちいいね。いやいいっすね。最高。爆音いいっすね。爆音いいね。爆音最高っすね。マイク使わなかったね。ああ。まあ無理だよな。ボーカルが。マイク、あ、アンプ来ちゃった。お疲れっす。お疲れ様でーす。よいしょ。みんなありがとうね。最後まで見てくれて。聞こえる？聞こえますか？あ、聞こえる？みんなありがとうね。花火くれた人もありがとう。家帰って雑談やります。レクチューを送るから駅まで。うん、見に来てくれた人ありがとう。ギターのレクチューくんでした。ちょっとバンドやりたいね、レクチューね。そうですね、またってかやろうぜ、やろうぜ。ベースとドラム見つかったらできるね。行きましょう。うん、やりましょう。今日楽しかったでしょ。ギターいると変わるでしょ。前から言ってたじゃん、ギターいたらだいぶ変わるよって。次もっと練習してきます。俺も練習してきます。全然近かったでしょ、あのドラムだけと。あのバンドってそういうもんなんですよ。うん、じゃあ僕もタイムシフト楽しみにしてます。みんなオツです。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。